人生の後半生とは捨てることの作業なんですね。私たちの人生は前半生は求めて求めてそれを手に入れていく作業なんですね。でも後半生は求め続けるのではなくて、いかに捨てていくかなんです。それをカチッとあるところで切り替えないといけない。平均寿命が80歳として、とりあえず40歳が折り返し地点になります。そこを過ぎた人は、これからは求めるのではなくて、いかに捨てていくかの作業が始まるんです。子供に対する期待だとか、会社の業績を心配することとかですね。それから若さに対する執着も捨てるんです。美貌に対する執着も捨てるんです。今まで可愛い、美しいと評価されてきた、その執着を捨てるんです。それを欲しい、まだ欲しい、絶対に失わないぞって頑張るとストレスになります。人間が老いていくというのは、ずっと捨てていく作業なんですね。最終的には妻も失う、夫も失う、もちろん父親を失い、母親を失うということもある。でも捨てていく作業の中で一番大きなものというのは、私がしっかり抱え込んでいる価値観、私がこだわっているもの、地位とか名誉とか他人からの評価とか、頑張るとか努力するとか、そういう価値観、固定観念なんです。そういうものを捨てていった時に、人間はものすごく楽になることができます。もう一度言いますが、人生の後半生とは捨てていく作業なんです。手に持っているもの、手に抱え込んでいるものプラス幸せ感イコール100なんですね。幸せ感というのは、私が幸せだと思うということですよ。だから他人がどう見るかではなくて、私が幸せだと思っている幸せ感と、持って抱えているものが合わせて100になるように人生は作られています。ですから、持っているものを手放せば手放すほど、実は幸せ感が大きくなる。でも私たちはずっと逆のことを教わり続けてきました。手に入れれば手に入れるほど幸せになる、たくさんのものを抱え込めば幸せになると、お金をたくさん得なさい、地位や名誉をたくさん手に入れなさい、そういうふうに教え込まれて、それが幸せになるためだと思って、脇目も振らずずっとやってきたんです。で、その結果手に入ったものは一体何だったのか、虚しさです。たくさんのものを持っている人は幸せ感がほとんどありません。あるのは空腹感だけですね。まだ足りていないという不足感だけですね。虚しさと不足感だけがいつも自分を支配していて、決して幸せじゃない。ところが捨て始めると、これは自分が体験してみるとわかるんですが、いろんなことをどんどん捨てていくと、ものすごく幸せになることに気がつきます。